やばいですね。なんか今日めっちゃ寒い。どうなってるの？朝やからさ、寒いのは当然よ。もう寒いって何事？かわいいな。なんか今日多分昨日より寒い気がする。明日もったよ。金曜日やばい。こんな寒かったっけ、冬って。私は余裕で0度こう下がりそう、0度より下行きそうですね。去年やったかな、去年も確かマイナス何度は行ったんですけど言うて1とか0度マイナス1を行き来したりしてたりしてたんで、私はどれぐらい降るかですよね。どれぐらい降るかで、どれぐらいになるか。それで雪降ってたりもしてます。日本海側結構雪降ってるんで、日本海遠い。大阪湾しか遠いくない大阪は。でも大阪の海に面してるとこだけやったし。やばいね、ほんまに。なんかクリスマス前も大雪。ね、結構降ってたよね。今年どのぐらい降るんやろか。降りすぎたらさ、降りすぎたってさ、あの車走られへんくなるやんか。最初不安やなって。どうしたんですか？こまちゃんかかる。ちょっと見るの怖い気がする。確かに雪かきをしないといけないという現実から逃げたいでもさ、雪かきとかしたことないよね。大阪ほんまに降ることないから絶対レゴや。例え募集しとこう。もう何でも遊び道具にするからさ、すぐ持って帰っちゃう。
でそんな何でも興味あるんやろ。ご飯とかもそうやけど、物とかに。麦ちゃんがさ、麦ちゃんがそういうのじゃなさすぎるけどかな、こういうこの子たちと同じ年齢の時から。どこ行った？どこやった？よし。子供の、ん？子猫の間、人間と同じで落ち着きないだよね。人間の方がまだそんなことしないよってことある。もう猫やからね。なんかさ、麦ちゃんもさ、そうやったらさ、麦ちゃんも最初の方、今のさ、ごまめたちみたいに暴れとったらさ、あ、もうこういう猫ってそういうもんだよなってなるけど、麦ちゃんがそういうのじゃないから、見に行ったけど、昨日見に行けなかったけど、察したよ。お仕事行ってきます。いってらっしゃいです。食べるものかどうか確認します。ね、もうごまめたち何でも口に含む。すぐ人間のもんもメロンパンとか朝やったよこの前。糖分がと塩分か。双子ってだけで結構正確に犬もんないの。だってそんな、いや、ちょっと違うとこあるよけど結構似てる。また目の前で暴れてますよ何するんだい今度は。高いところ眺めてる、いろんなとこ。外って出たいとか思わへんのかな、この子たち。なんかさ、めちゃくちゃ物とかさ飛びつくねんけどさ、玄関開けててもさ、まあ、外、あゆみがたちが外出る時とかにね、玄関開いてても外出ようとしないんですよ。怖いのかな外が。うん、
たんすか。めっちゃ見てた。あはよりのこと。最近はずっとレゴ、ちっちゃいレゴのさ、ちょっと噛まれてるような跡があるやつがずっと家から出てくる。使いのものを落とす。え、全然落とすよ。なんか遊べそうなものやったら持ってく。まあ、何やったか、何持って帰ったよ。使いのものは覚えてないけど、みが目覚まし時計を置いてる棚に置いてあったちっちゃいクマちゃんのぬいぐるみを持って帰った。お気に入り。人形自体は無事だったんですけどね、人形についてるリボンがちょっと髪跡がいや穴が開いてた。爪研ぎしてるよ。家に2個ある。でもなんか2個あるのにそこじゃないとこでするときは、むきちゃん前まではめっちゃ壁でしてた。しかも結構決まった壁にすること多いから、暴れてはる暴れてはる。一部分がめちゃくちゃボーボーになってるとこがあった。どうしたんだいそこ、試合してる。ゴマさん勝ちそう。ウニさん感染。あ、ウニ来た。やば。ウニさん感染してたけど、マメちゃんと目が合った瞬間逃げちゃった。寒いの元気やな。猫って寒くないんでしょ、あれ。毛で自分のこと守ってるから。で、なんか聞いたことある。こたつないからね。でもお布団の中で丸くはなってる、寝るときとか。麦はね、ごまめちゃんたちは上に乗っかってくるとか、あとはリビングの床じゃないヨギボーや、ヨギボーやんたりもしてる。もうでも限界あるから、大阪で限界まで来ることあんまないでしょ。布団だってあるし。こんな動いてるし。すぐ爪研ぎする。壁じゃないからいいけど、あやみがさ筋トレとかストレッチしてる間にさ、ヨガマットで爪研ぎするのやめてくださいってなってる。いつももうボロボロなんですよ、ヨガマットなんて。すぐ
ボロボロになる素材やからさ。また絶対レゴ見つけてした。この開いた。何で遊んでんの？待って、ついてあげかん。そうやね。なんかめっちゃあのモサモサになる。モサモサってなんていうの、素材的にさすぐ弱くなるタイプやからさ、爪研ぎとかされたら。うん、豆と麦が戦ってるよ。なんかさ、昨日さ美容液とか塗っててさ、お風呂上がりにちょっと時間かかりすぎてさ、前髪乾かしたらさ、あの美容スキンケアの成分をさ前髪が吸っちゃってさ、前髪ついちゃってさ、めっちゃベタついた。最悪。パックした次の日とかさ、美容液結構塗りすぎた時の次の日こういうことになるんだよね。だからちょっと今日つらい。いやーんって感じ。仕事行ってきます。気持ちが頑張る。ありがとうございました。いってらっしゃい。無理や、限界突破、無理や、限界突破できひんぐらいの寒がりでしょうと。小学校あるあるさ、真冬に半袖半端に登校してくる人おるじゃない。マジで一番小学生の冬あるある、それが一番やと思ってる。マジで制服やったら半袖着てくるとか、ほんまにスカート寒い。だからズボンいいなって思うときある。さ、ズボンやったらさ、スパッツ履いてたらさ実質二重やんか。スパッツも履いてる、ズボンも履いてる、あったかいやん。スカートってさ下出てるからさ、スパッツ履いてもさ意味ないよな。
風通し良すぎて寒い。あ、それハンパ見てる？こっちも寒い。え、わかる？もう風邪ひくぞーってなる。知らんで、それでうつさんといてやーって。ジャージ。分からん。やったこと。でも出せそうか、嫌や。スポーツとズボンの下にスカート。え、どういうこと？どういうこと？うん？スポーツとズボンの下にスカート、え？あ、上か下に見えた、やば。おしゃれ。もう制服はおしゃれじゃなくてもいいよ。制服自体、制服自体も可愛い可愛くないあるし、なんで制服ってさ、こんな寒いやろ。もうちょっとあったかくできる。私裏起毛にするとか。乗す方は無理よな。ねえ、てか今何分？あ、そう、やばい、通知であれ見えてなかった。制服が中高系だと毎日着る服選ぶと、もう小学校6年間で慣れた。でも最終的にパターン一緒やもん、私服でも。小学校の時もそうよ、大体パーカー。なんか私服の方がさ楽しくない？話盛り上がるやん。よし、誕生日見ます。やばい。時間見えてなかった。いきます。13位ケイさん、ありがとうございます。12位キビナコさん、ありがとうございます。11位ピーマルさん、ありがとうございます。10位ナルさん、ありがとうございます。9位タツニーヤさん、ありがとうございます。8位スノーさん、ありがとうございます。7位タカヨさん、ありがとうございます。6位ミーさん、ありがとうございます。5位フロシキさん、ありがとうございます。4位ヤマくん、ありがとうございます。3位高本さん、ありがとうございます。2位ジョーさん、ありがとうございます。そして1位高友さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ギフト読みましょう。ハートと I love you。 雪だるま結晶プレゼント、ハートミーツのやつ音符、だるまさん、ありがとうございます。今日もたくさんありがとうございました。では今日も学校行ってきます。
明日も金曜日で7時からです、配信よろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。